Bonjour. Online France Go Gakko. Ensemble en français. 講師のヴァネーサです。今日もとっても役立つフランス語の表現をご紹介しますね。人から何か手伝おうかと言われたとき、いや、大丈夫です。ということはありますよね。そんなとき、いや、大丈夫です。それには及びませんよ。とフランス語では、どのように言えばいいんでしょうか。Ce n'est pas la peine. 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 直訳すると、それは苦しみではないですが、その苦労をわざわざする必要はありませんという意味で使うんですね。いや、大丈夫です。それには及びませんと言いたいときに使います。ぜひ使ってみてくださいね。さて、もっとフランス語を勉強したいという方は、Ensemble のレッスンでお待ちしています。Au revoir! À bientôt!